演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日は4スーパークランベリーミニチョコのシートチョコレートを食べたいと思います。何ですか、こういうのって甘酸っぱくて美味しそうな感じがします。ではまずこのクランベリーの方から食べていきたいと思います。どんな感じなんかな、これと中身見えない。出してみたらこんな風です。あ、思ったより大きいですね、これ。ではいただきます。甘酸っぱくて美味しい。どちらのベリーも、ストロベリーはもちろんだけど、クランベリーもいいなぁ、これ。こちらのクランベリーの方は、噛んだ瞬間にジュワッと甘酸っぱーい。クランベリーの風味が口の中に広がってきて、それがチョコレートとうまく合わせてとっても美味しかったです。小粒なので、結構、いっぱい食べることができたのよかったです。柿の種みたいなイメージかな、ちょっと違うけど。で、こちらはストロベリーホワイトチョココーデです。まあ見た目通りドライフルーツ、フリーズドライのストロベリーにチョコレートがコーティングされていて、噛む瞬間にザクッという音とイチゴの甘さと柿の種でブワッと広がっていて、とっても美味しかったです。フリーズドライでここまでやれるって本当すごいですね。で、今回はどちらも同率でこちらの点数とさせていただきます。甘酸っぱくて美味しかったですからね。チャンネル登録よろしくお願いします。3種類のチョコレートお菓子を食べてみたいと思います。これも全部同じ系統なのかな。まず1つ目はビスケット風ビスケットチョコ。あ、食べた瞬間に見えるとコースを描きますね。では開けてみます。あら、ザクッとはいかないのか。で、中に中入ってる、中入ってる、中入ってる。では、いただきます。ザクザク、サクサク、ホロホロ、チョコといってもいろんな味わいがありますね。これ、本当に美味しいです。こちらのリッチトフィービスケットチョコレートはビスケットのサクッとした食感と上の方に乗せるキャラメルミルクチョコレートが絶妙に、本当にここに書いてある通り本当に絶妙な組み合わせになっていました。キャラメルがちょっとねとっとしているのも良かったですね。それはビスケットにはキャラメル良かったです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そして続きましてのこちらのクリスピーマキアートチョコレートは中に入っているウェハースみたいなやつとライスパック、これなんか本当にザクザクしていて文字通りクリスピーな食感を出していてとっても美味しかったです。こういうのもいいですね。ザクザク食感が好きな方にはぜひおすすめしたいチョコレートなので、こちらはこちらの点数とさせていただきます。そして何に申し上げたのココナッツパラダイスチョコレート、これは噛んだ瞬間に中からココナッツのホロホロとした食感が出てきて、それを感じることができてとっても美味しかったです。クリスピーとはまた違った美味しさがありましたね。ココナッツが好きな方にぜひおすすめしたいのでこちらの点数とさせていただきます。ただもう一押し欲しかったかな。というわけで本日はロームスーパーのチョコレートをいろいろ食べてみましたが、皆さん何かチョコレートは何がお好きですか。いろいろあって選べませんよね、国によっても違う。それではさから、さくやかな穴ばかり見るこの私。穴場の桜っていろいろあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞延々コンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。